はい、えー、こんにちは、ソっ塾のグロブです。今回はちょっと深刻な話をさせていただきますね。えー、アメリカではですね、大統領選が行われていまして、日本ではつい先日、安倍総理と菅総理の交代が行われました。この二つって実はですね、国際安全法上かなり大きな意味を占めてるんですよ。今回のテーマ、は FOIP というね、四つのキーワードでございますけども、FOIP とでも呼びますかね。これはですね、 セキュリティダイヤモンド構想と言われます。今、地図が見えてまして、あの、北太平洋っていうところをね、中心に、うん、ひし形が書かれてると思います。ダイヤモンドの形ですよね。まあ、これが今回のテーマなんですけども、え、これね、インド洋の法と支配を守ることを目的とした、あまあ、法律といいますか決まりなんですよ。 アメリカ、日本が主導となって、オーストラリア、インドが加盟してですね、この太平洋を守る4カ国が連携して行っている、そういった約束事になります。これもともと2016年に自由で開かれたインド太平洋戦略という名前だったんですよね。これはですね、安倍総理と、まああの、トランプ大統領が、絶対にね、この太平洋を平和に、まあ貿易ができる。 航行できるような、そんな、海にしようねっていうことで始まったと私記憶してるんですよね。で、日米共同外交戦略として発表されました。これトランプ大統領が2017年に発表しました。さあ、どうでしょうか皆さん。この太平洋が日米を中心にとっても平和でね、安全に航海ができて、漁場であり貿易ができたらとってもいいと思いませんか安倍総理とトランプ大統領の信頼関係っていうのは、こういうふうに 太平洋を中心として世界全体を平和で安全なものにしようねっていう理念に基づいて、えー、まあ、始まったんですよね。ところがですね、この戦略をですね、ぶち壊すような出来事が次々と起きるわけですよ。まあ、ご存知、まあ、あの、中国ですね。中国が面白くないのは、この北太平洋が日米を中心に平和でまとめられてなるものかということなんですよ。中国からすれば、この太平洋ですら自分たちの領土だっていうことなんですよね。まあ、特に、 南シナ海、東シナ海。ここは尖閣諸島を中心にフィリピン沖もはじめね、俺の島だ俺のみ、なんか海だって言ってるわけですよ。で、基地とか勝手に作っちゃってるみたいなね。ええー、ということなんで、だんだん自由で開かれてないということになるんですよ。で、いつの間にかね、菅さんが、あまあ総理大臣になった時に、この自由で開かれたインド太平洋戦略は、自由で開かれたインド太平洋構想に変化してしまったんですよ。どうですかね 戦略と言いますと、本当にね、外敵から身を守るんだ、みたいなことでね、えー、4カ国が共同したみたいになりますけども、構想ということで、ちょっとね、弱気になってきてるんですよ。ね、菅さん。トーダウンしてますよね。なんとですね、それがね、最近、10月26日なんですけども、えー、菅総理の所詮表明演説で、えー、このね、自由で開かれた、インド太平洋、 構想すら抜けて構想ではなくて自由で開かれたインド太平洋になってしまったんですよ。何なんだこれはということなんですよね。しかもですね、これがあバイデン大統領に変わるとどうなるかってことなんですけども、ちょっとね、これはね、感化できない言葉になってきますよ。うんどういうことかというと、何と言いますかね。まあ、自由で開かれたっていうのも抜け落ちちゃったんですよ。平和で繁栄したインド太平洋っていう言葉になりました。 どういうことかわかります自由で開かれたではないんですよ。平和で繁栄したっていうのは、全然意味が変わってきます。自由で開かれたっていうのは、どの国にも忖度することなく平等にという意味が込められています。自由でね。誰に対しても開かれたって意味なんですけども、平和で繁栄したってどういうことですか誰にとって平和なのかなそして、誰が主導する繁栄なのかなってことになります。誰が繁栄するのかなってことなんですけども、まさにこれは、中国に配慮した構想に変わってしまったんですよ。 中国が支配した、この、インド洋ですね。このダイヤモンドの近くですよ。ダイヤモンドの区画ですよ。中国が支配して、まあ、ここでですね、平和で繁栄したになるんですよ。それ中国が監視すれば中国から見ると平和だと思えるでしょうね。でも、その平和は、 うん、日米中心にオーストラリア、インドが支配されたっていう前提に立つというふうにね、だんだん方向性が変わってきちゃったんですよね。皆さんいかがですかねこういうことを考えて。こういう細かい発言って、なかなかね、私たちは意識することができないと思いますけども、この発言の変化は実はね、マスコミが強く取り上げなければならないんですけども、もうマスコミもね、完全に、うん、売り渡されてますから。うん、だからね、 ちょっとまずいんですよ、こういうことを考えても。これに気づく方ってほとんどいないと思いますけども、完全にチャイナの心理戦にはまってしまって、チャイナにもう皆さんね、もう忖度して、チャイナより、もうもしくはですね、中国に味方しないとこれからやっていけないみたいな思想に変わっていく可能性もあるんですよ。皆さん、これでよろしいでしょうか以上でございます。